経営理念はハピネス、すべての人を幸せにしたいという思いからこの経営理念にしました。食事の大切さをいろんな方に伝えられたらいいなと思いまして、自然食材店をオープンさせました。そこも介護とか障害とかっていう垣根をなくして、地域の一つの福祉の拠点という形でもういろんな方々が入ってきていただいて、一緒に事業所を作り上げていく。ウェブショップもやってるんですけど、やっぱり人と人っていうか、そのつながりでお客さんが来てもらえるように、やっぱりそれが楽しくと思ってやってるんで。10年経ったらちょっと独立したいなというふうに決めてまして、それでまあ地元である前橋に帰ってきて独立の方を決めました。治療だけでは、予防が大事だっていうことで、パーソナルトレーニングもできて治療もできる、そういった場を作りたいと思っています。